こまでなの？カーリーさん、助けに来たわ。テレサさんなの？来ないで。パールバティは危険すぎる。私の正体が引き止めているうちに早く撤退して。すぐにミサイルが飛んでくるはずよ。あなたまで命を無駄にすることはないわ。いいえ、誰も私の目の前で死なせたりしないわ。目を閉じると声が聞こえるの。私にみんなを守れという声が。今ここでその声との約束を果たすわ。すぐには帰還できなくなったわね。私の時間では誰も勝てないのよ。不良品と思われた人造の少女は、その人間らしさから運よく生き延び、テレサという名前を手に入れた。1973年12月24日、パールバーティ作戦、B級ヴァルキリーテレサは初めての戦いに参戦した。